ジェームズ・スペーダーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身の俳優である、両親ともに教師。俳優になるため全米屈指の名門進学高校のフィリップスアカデミーを中退し、ニューヨークで様々な仕事に就きながら演技を勉強した。テレビ映画やブラッドパックフィルムに出演し、とりわけプリティインピンク、恋人たちの街角での憎まれ役が当たり役となり、 その後、ブラッドパックフィルムでは、悪役といえば、スペーダーというぐらい定番となっていた。しかし、セックスと嘘とビデオテープで、カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞してからは、タイプキャストを脱する。2004年から2008年にかけて、アラン・ショア役を、ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイル、そしてスピンオフ作品である、ボストン・ディーガルにて演じ、その両方で、 プライムタイムエミー賞の最優秀主演団優勝を受賞した。セックスと嘘とビデオテープのスタッフだったビクトリアと結婚し2次を設けるが2004年に離婚。2008年にはレスリー・ステファンソンとの間に子供が生まれている。来日経験があり、そこで日本の文化に触れたことで非常に高い関心を持っている。ありがとうございます。